やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない、僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はい、今のトランクス VS メカフリーザのバトルシーンになっています。はい、本作はこの 3D の広大なフィールドを舞台にですね、自由に操作をして、アニメさながらのハイスピードバトルを楽しんでいただくことが可能になっております。はい、で基本的には通常攻撃、丸ボタンの通常攻撃と四角ボタンの被弾攻撃をうまく組み合わせながら戦っていただくようなことになります。で、このようにですね、敵が攻撃をしてきたら×ボタンを使って回避をして、その回避とこの攻撃を繰り返しながら相手の体力を削っていくというものになっております。先ほど敵の攻撃にこだわったというところですが、こういうのデスボールとかもですね、すごい、ものすごく迫力で迫っていく、でかっ、思ったよりでかい。今のデスボール、今操作してるすごい上手い人がプレイしてるんですけれども、はい、あのデスボールもガードを破壊してくるので、今みたいに頑張って避けないといけないんですね。そうなんですね。はい、で特にあとはトランクスの特徴として剣を使った攻撃があると思うんですけれども、はい、剣ね、はい、剣を使うことで相手のスタンゲージというですね、はい、この体力ゲージの下にスタンゲージっていうのは細い線があるんですけれども、はい、ありますね、はい、削ると、はい、このようにブレイク状態となりまして、おー、この状態で必殺技ボタンを押すことで、このように今みたいな特殊な演出が入ります。最後はバーニングアタックでとどめです。はい、かっこいい。ちょっと、ああ、もう出てましたね。こんな雪山みたいなところもあるんですね。はい、そうですね、こちらははい、うん、ドラゴンボール Z の世界でも北の方にある、はいはい、エリアになっております。それではここら辺ちょっと一旦自由に探索してみたいと思います。はい、なんて寒い村だ。いきなり最初のセリフがなんて寒い村だってすごいですねこれ。はい、このベルズ村といいましてですね、本作オリジナルの村ではあるんですけれども、はい、ここにですね、時系列によっては、人造人間8号ことハッちゃんですとか、はい、あとはスノーとかが、たまにここに立ち寄ったりしています。ちょっと今そうですね、2人とも出かけちゃってるのでここにはいないんですけれども、はい、こんな村も用意していますと。でせっかくなんで、そうですね、そこに釣りポイントが見えたんで、じゃあ一釣りしてからまた出かけましょうか。 ありますね、釣りスポット。はい、釣りしちゃってください。もう、釣りができるんですね。釣りができるんです。ここでその釣った魚を、はい、食材として、料理することができるんです。すごい、トランクスが釣りしてます、はい、シュールな、シュールな絵がおうまい、でかっ、はい、おお、豪快な釣りだな。よし、ドヤ顔、いい感じだ、ドヤ顔、ドヤ顔アメージングって書いてある。はい、ドラゴンボールの世界ならではのお魚が釣れます。釣りの腕は落ちてないな自信があったら腕良かったんだって話ですよ ね、 ね、そうだったんですね、はい、釣り上手だ。では、はい、じゃあ東の方にじゃあ行ってみましょうね。はい、本当に、まあ、ちょっと、まあ、った小話になっちゃうんですけれども、ここあの道何かと言いますと、人造人間17号や18号を戦ったハイウェイなんですね。はい、ここ、あ、これが、あ、そうなんですね。はい、弱そうな敵だ。こんなところも一応再現してますよというところでございます。すごい。では次のスポット行きましょうか。なんか塔が見えてきました。こちらなんですけれども、はい、あ、レッドリボン軍のマークだ。旧レッドリボン軍が残した拠点ですね。もうボロボロに、はい、果ててるんですけれども、はい、まあ、ちょっとせっかくの目障りなんで、うん、破壊してしまいましょう。勝手に
もうこの施設は必要ないんですもん。あっ、おっと敵バトルが始まっちゃいました。はい、これはフリーザ君の残党ですかね。もうこれもうすぐに倒しちゃってください。これはこれなんだ、これは。大体そうですね、こう集団の敵に囲まれたときは小さい敵から倒していくと、まあ、有利にバトルを進めることができます。で、大体このようにですね、今みたいに敵の攻撃がある際は大体赤いオーラとか何らかのこう予兆が出るので、それが見えたら回避に移るっていう流れが、まあ、一番良いかなと思っております。はい、強えな、やっぱトランクス。ちょっとですね、今ですね、相手の数が多いですね、これはちょっと。はい、そうですね、一気にね、みんなが攻めてきて、おー、シュン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 っていいですね。そうですね、バツボタンで今みたいな回避ができるんですけれども、特に制限なく、バツボタン連打していればそれなりにかっこいい動きができるので、はい、の超人感っていうのを簡単に味わっていただけるかなと思います。確かにね。さあ、まだいますね、まだいますね。敵多いな。ちょっともうこれ雑魚的なんですか。はい、雑魚的ですか、これ。雑魚的ですけども、ちょっと強い、ちょっと強い方ですね、これちょっと、うん、はい。あとは、まあ、やっぱり今トランクス1人っていうのが良くないです、今これちょっと。はい、さあ、もうすぐです、もうすぐです、頑張ってください。もしかしたらアンディ君、これ緊張してるかもしれないですね、もしかしたら。いつもの動きができていないかもしれないですね、これは。さっきフリーザに対してもボコボコにしてたのがこれアンディですからね、これ。あ、でも大丈夫だ、大丈夫、勝てる。今スタンしましたね。もうちょっと、え、あ、なんか大丈夫、大丈夫。お疲れ様です。それではもう、じゃあ次のとこ行っちゃいましょうか。でも、すごい、あ、レベルもアップしましたね。あ、そうですね、はい、今ちょうどレベルが上がりました。あ、それこれを壊そうとして、あ、それ壊さなきゃいけないのか。はい、ああいう風に急に敵が壊れたり、そうなんですね、はい。あ、で、壊れたらその中からアイテムが、おー、お、すごい、すごい大人の本が今手に入りましたね、今。ん、あ、なんでもないです、はい、大丈夫です。はい、か、この空中に打てる球は何なんですか。空中に打てる球、はい、Z オーブと言いまして、はい、このオーブを回収することで、あ、うん、こういう今撮ってる丸い球ですね、回収することで必殺技のレベルを上げることができます。そうなんだ、はい、なので空中探索によっても強くなれるっていうのはそういうことになっています。てか湖の中も結構作られてますね。そうです、水の中もしっかり探索できますので、ここにも Z オーブであったり小さい魚がいたりですとか、はい、アイテムが落ちていたりと、お、探索は自由にできる。はい、洞窟に着きましたね。結構広い、あ、はい、なんか洞窟にも、はい、たくさん貴重なアイテムが眠ってますので、こうやって破壊しながら、これ起こしちゃうんじゃないですか。でかっ、これ冬眠中ですね、これは。あ、冬眠中、はい、冬眠中ならちょっとそっとしておいてあげましょう。あ、そうですね、はい、細かい、ありがとうございます。こんなものもいますね。では次のスポットに行っちゃってください。もう、いや、でも本当に広いですね、フィールドが。そうですね、はい、一つ一つのエリアはかなりやっぱその超人体験、うん、悟空体験というのをしっかり、はい、やりたいなということで、一つ一つのエリアはかなり広く作っています。確かに、はい、広く作らないとすぐついちゃいます、ね、すぐついちゃう。ちょっと飛んだらついちゃう、端についちゃうのやっぱ良くないと思うので、はい、でも嬉しいですよね、あのシーンのところにいられるとか思ったら。なんだこれは、これ何ですか。これですね、今から修行という要素について紹介していきたいと思います。はい、修行ではですね、うん、新しい必殺技を、はい、なるほど、なるほど、そういうことですね。ちょっとごめんなさい、うん、これに関しては、うん、はい、一回ちょっと暗転させていただいてもよろしいですか。ちょっと修行の要素を紹介したいんですけれども、ちょっと中からフィニッシュバスターというですね、新しい技を得得したいと思います。はい、はい、でこちらなんですけれども、いわば、まあ、修行といったらそのイメージトレーニングという扱いになっています。過去に戦った強敵ですとか挑戦者たちと戦うことができると、戦うことで新しい必殺技を獲得することができますと、おります。これちなみに今戦っているのは、はい、トランクスと、そうですね、相手が自分自身トランクスと、はい、ベジータになっています。ベジータ、はい、
特にあの相手のトランクスは新しいですね、技フィニッシュバスターを使ってくるので、はい、この自分自身に打ち勝って、はい、その新しい技を得得しましょうというものになっております。でもなんかよくその Z 選手ってイメージトレーニングするじゃないですか。あ、はいはい、このをなんかやってるっていう感じなんですかね。あ、そうですね、具体的なエピソードで言うとナメック星に向かうときにご飯とクリリンが宇宙船の中からこうなんかこうイメージトレーニングをしているって写真があったんです。 あの雰囲気ってことか、はい、そういう力も Z 選手たちはあるということで、はい、ということでフィニッシュバスターという技を得得しました、はい、トランクス強くなりました今。強くなりましたね。強くなりました。これでですねこの技を早速セットしましょう。はいはい、はい、で、フィニッシュバスターそうですね、はい、どうなる。技を取得してここでセットして、セットして、はい、ここでもいつでも使うことができます。じゃあ最後に、一戦試しに使ってからこの実況プレイを終えたいと思います。気づいてなかったけどサポートにクリリンさんが入ってたんですね。そうですね、ちょっと今思えばこれセットしておけばよかったですね。お、うん、結構でも距離あるんですよ。おー、何始まりました。あ、これレッドリボン軍の残党兵みたいな。おー、早速これごめんなさい、バーニングアタックです今のは。はい、はい、はい、じゃあここからも本気で、アンニも本気でいきます、ここから。いや、やばい。さっき得したフィニッシュバスターも使いながらですね、ちょっと戦っていければと思います。こちらがヒートアップという、自分を強化する状態ですね。このヒートアップ状態になると、パラメーターが上がって、さらに必殺技を連続で出すことができるようになります。予想以上でした、はい、お疲れ様でした。おすごい、はい、これにて実機プレイを終了したいと思います。ありがとうございました。はい、アンディさんありがとうございます。Doo-doo.